ドーデュース十馬場に泣く。ドーデュースは宝塚記念でのパフォーマンスが低迷しました。十馬場が影響したのか、凱旋門賞での苦い思い出が蘇ったかもしれません。雨の影響でロンシャンのトラウマを思い出したのでしょう。うちを選んだ時点で十馬場が苦手なのが明らかでしたね。これが通常のドーデュース、大して強くないのが露呈してしまいました。凱旋門賞での大敗が思い出される中、今回も期待に応えられませんでした。高田純が重賞制覇も騎乗停止処分。高田純騎手が東京ジャンプ S で8年ぶりに重賞を制覇しましたが、同時に騎乗停止処分を受けました。レース中ずっと外に外に追い出していたのが見逃されてしまったことに対して多くの声が上がっています。これじゃやらなきゃ損みたいな感じですよね。しかし障害のラストでこんな叩き合いは珍しい。でも3回寄ってるのに首差で着順変更の可能性がないのはひどすぎますね。アメリカやフランスでは膠着になるケースもあるようですが、日本やイギリスではやったもん勝ち的なルールが適用されることが問題視されています。日本のレースは頭数が多いので、こうした状況を放置するといつか大事故につながる可能性があるという指摘もあります。